皆さんこんにちは、SK です。今日は宮城クリテリウムに来ています。人生初レースですね。はい。さっき試走をちょうど終えてきたところなんですけど、コース自体は非常に簡単そうで、事故も起きにくそうでね、ちょっと安心したところです。エントリーしているクラスは、ビギナーといって一番低いところですかね。本当にど素人なので、皆様に迷惑をかけないようにね、ビギナーのところでまったり様子を見ながら走りたいと思います。はい、バイクはこちらですね。僕はいつも使っているロードバイクで、スペシャライズのルーベ SL4 ディスク2016年モデルです。もうね、さっき皆さんのバイク見てきたんですけど、 S ワークスだなんだと、本当に速そうな人たちばっかりでね、おっかないんですけど、乗り慣れてるねこいつと一緒にどれぐらい走れるのか遊んでみたいと思います。
レース終わってきました、なんと優勝いただくことができました、初レースでこれは嬉しいですね、まあ本当にたまたまいいところにね、最後の方でいられたので最後の最後で前の人を抜いてなんとか1位という感じです。関係者の皆さんもありがとうございました。ゆっくり安全に帰ろうと思います。